お疲れ様でですすの久保ですじゃあ今日のね舞姫大学の特別講義は前世についてちょっと考えてみようと思います。まあ皆さんはね自分の人生が始まった時その前の記憶ってお持ちですかねもちろんこれは輪廻転生って言って人が死んだあとまた人に生まれ変わるってことが前提とした考え方になります。 この前世っていうものをね私が初めて意識したのは小学生の頃なんですよ小学生の頃にいろんな世界中の不思議な話をまとめた本があってねそれを小学校かなんかで読んだんですよそうすると前世ってものが出てきましたその前世の例っていうのはある幼い少年が4歳か5歳でエジプトの紀元前2000年前とか3000年前のねエジプトの言葉をすらすらと喋ったっていうことが紹介されていたんですよ で、なんで、そんな少年が、このエジプトの昔の言葉をね、スラスラと喋ることができたんだってことになってくると、これは、前世で、その、エジプトの王様の息子だったかなんかでね、で、普通に当時は、エジプトの当時の言葉を喋っていた。で、それが、まあ、お亡くなりになって、生まれ変わって、 その男の中、男の子の中にこう入ってきたんで喋れるんですっていうふうに言われてたわけですよ。まあこれが前世を初めて意識した時だったですね。もしかして自分にも前世ってものがあって、江戸時代かね、もしかしたら室町時代の誰々さんだったのかもしれないなと。その前世の記憶が自分は今まだ発言してないけども、いつかどこかでそれがね、開花して、 自分の信じられないような能力や特徴を出していくんじゃないかなと思いましたね。まあ、いわゆるそれが才能なのかなっていうふうに思った時期もあります。でも今はね、前世っていう考え方はロマンチックなんですけども、まあ基本的にはないなと思ってるんですよ。で、大体ね、前世は何々でしたっていうふうに話す人って、なぜか前世がね、歴史の教科書に出てくるような有名人ばかりなんですよ。おかしいじゃないですか、だってね。 有名人よりも無名な人の方が多いわけですよ。じゃあ、無名な人の生まれ変わりですよとかね。うん、前世は無名の人でしたよって言っても誰も気づいてくれないから、無理やり、なんかね、みんながわかるような有名人を出してくるのかなと思うんですよ。例えば、坂本龍馬の生まれ変わりですっていう人もね、出てくるわけなんですよ。あとは、昔のね、お侍さんの生き返りで、で、お侍さんがね、 戦争で武勲を上げながら死んでいった。その気持ちを現代に引き継ぎたくって生まれ変わってきたんだみたいなこと言いますけども、日本人のほとんどは農民でしたからね。そう考えていくと、前世は名もない農民でしたとかね。田子作って名前でしたとかね。まあそんな人ばかりなんじゃないかなっていうのと、あとは、前世の記憶があるっていう人に関しましても、どうも記憶が断片的でね。前世ってものを生きていたとしたら、 生まれて物心ついて3歳、4歳から10代の頃、20代の頃、30代の頃ぐらいまでは人生が続いてると思うんですよ。その間のことを自分の思い出としてスラ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 ね、またトレースできれば別なんですけども、なぜか限定的にこの冒頭でお話した昔のエジプトの言葉を喋った少年っていうのも、エジプトの言葉を喋って会話したっていうんじゃなくて、たまたま出た言葉をよくよく調べたら、 昔の言葉に一致する部分があったよねとそれが、まあ、まあたまたまエジプトの昔の言葉だったよねってものをつなげて紹介してるだけであってね何も昔のエジプトのエジプトのね言語を文法も正しく理解してしかも周りにエジプト語が理解できる人がいて会話が成り立ったっていうわけではないんですよそう考えていくとたまたま発した何気ない言葉を数ある言語の中から無理やり当てはめてこれに違いないって言ってるようなものかなと思うんですよね 例えばうちの子供も四4歳ですけども、エッサッサーっていうわけですよ、そしたら、そのエッサッサーっていうのは、もともとはヘブライ語のこういう意味があったんだみたいなことに結びつけることはできるんですけども、それをもって、前世はヘブライ人だったみたいに、私は思わないわけですよね。ただ、そういうふうに主張することはできるんですよ。そうすると、昔の不思議な、ね、あの話、オカルト雑誌っていうのはネタがないですから、そういったあやふやな情報ですら掲載するわけですよ。 掲載して活字になると発行部数が少なくてもやっぱり見た人は前世ってあるのかなっていうふうな気持ちを持ったまんまそれがだんだんこう読者の数によって増幅されていって「あ前世があるって私も思いますよあなたもありますよ」とかねいろんなことを通じて前世ってものが肯定されていくっていう流れが起きるのかなと思うんですよ。もちろん繰り返しますけども前世があるっていうねあのアイディアってのはすごくロマンティックで私はね前世があるというふうに信じたい気持ちの方が大きいです。 ただ、現実、今、前世があるっていうふうに証明された例はないですしね。うん。なんか、その証明する手段もないと思うんですよ。まあ、ですんで、一種のファンタジーとして、否定はしないけれども、楽しめるけれども、でも、前世があるってことを前提に、私たちは生きていたらいろんな不都合が起きるよねってことになっちゃうのかなと思うんですよ。うん。例えばね、なんか、凶悪な犯罪が起きました。その犯罪の根拠は何だって言ったら、犯人が、前世で、 まささにお侍さんだったと、ね、それで目の前の人を切りかかろうと思って飛びかかろうとしたら後ろから撃たれてその切りか,かる直前の意識のままま死んでしまったとでその意識が生まれ変わって私に乗り移ってその続きから「えいや!」ってやったから目の前の人が死んだんですよっていうふうな解釈をつけてしまってだから私がやったわけじゃなくて前世の誰かが乗り移って私にそういう行為を継続させたんですっていうふうなねこんな方便が成り立ってしまったら。 うん、現代社会はめちゃくちゃゃくですしねでまた前世があるっていうことをあまりにもね誇示しすぎて広めすぎるとあの自分は誰かの前世を引き継いでるんだっていうふうに刷り込まれて勘違いしながら生きていく人っていうのが例えば精神的な不安定になったり二重人格になったりっていうふうなねところにもなってくるのかなと思ったらあの、まあ、前世があるっていうのはねファンタジーとして私たちは知っておくのはいいですけども。 前世が当たり前のようにあって誰も彼もが前世を引き継いでるっていうのはなかなかねあの受け入れ難いかなっていう狭間にいるっていうところですかね私の場合はそれからね前世前世って言いますけどもじゃあ前世があるとしたらね今度はね後世っていうのもあるのかってことなんですよ、ね、私たちがどこかで人生終わりました死にましたそうするとパッと気がついて誰かね別の時代の誰かに生まれ変わるってことがあるのかなってことですよ でもそうななっったらてて想像してみてくださいそれこもね50年先とか100年先ぐらいの割と近しい時代の日本人に生まれるならいいですよあこれが世に言う来世ってものか後世ってものか生まれ変わったんだな誰の意識がわからないけども自分の意識をその人に乗り移られてこの人の体を使って何か表現できるんだなっていうふうに思って早めに気づけばね後世でも 自分の思いを操ることができるかもしれませんけども、じゃあそこでね、その、前世たる自分が乗り移った人の意識はどこに行くんだってことにもなっちゃうじゃないですか、うん。まさかね、埋めれてきた人の人格を追い出して自分がそこに来世として後世として乗り移るっていう乱暴なことはね、ところてんじゃないんだからないと思うんですよ。そう思ったときに、 まさに前世とかね、何とかっていう考えはちょっと無理があるなというふうに思うんですよね。もちろん、前世から引き継いだ意識と新しく生まれた意識っていうのを合体してブレンドして、新しい意識として、えー、人は引き継いでいくんだ。魂ってものを引き継いでいくんだっていうような解釈はできなくもないんですけども、うーん、そうなのかなと。そういう考え方もあるよねと。でもどちらにしても私たちは、 前世ってものが当たり前にあるってことはね、えー、考えながらやっていくと楽しいんですけども不都合の方が大きいのかなっていうような気はするんですけどもねだってね前世がいい人ばっかりじゃないわけですよ前世がねとんでもないね悪党とかねとんでもないね泥棒とかねとんでもないなんかこう性犯罪者とかそれこそ昔ってのは今と違った秩序で生きてますから その頃の常識と思われてたことが今の非常識ってこともあるわけですよねだからねもう本当なんかいろいろと戸惑うんじゃないですかうんちょっと先ほどの例ですけども生まれ変わりがあるとしてね近しい時代の日本人に生まれればいいですよでもそうじゃなくて生まれ変わった瞬間そこが例えば2300年の核戦争中のね世界だったって生まれ変わった瞬間また死にましたとかね 混乱しますよねじゃあ何のために生まれ変わったらすぐ死ぬようなところにこの神様か宇宙意識体か分からないけどもそんなね生まれ変わりをね成り立たせたんだっていうことが全く分かんなくなりますよねそれとも偶然の産物で生まれ変わりってのが起きるのかってことにもなっちゃいますし何なんでしょうねまあでもこうやってねいろいろねだからといってこの想像があーこの世の中現実の世界をまあ 支配してるとも思えないし、多少の関連はあるにしても、まあ、強く、こう、前提として位置づけると、さすがに無理が起きてくるんじゃないかなと思いますよね。だってね、生まれ変わった瞬間、誰かわかんない人に囲まれて、生まれ変わる前の人の、いろんな友人関係、家族関係、やっぱ気になるじゃないですか。そういった記憶は都合よく、 思いい出さないもんですかね冒頭でお話した紀元前2,000年前とか3,000年前のエジプトのね王子っていうのが生まれ変わってごく平凡な家庭に生まれ変わったとしたら「わあ昔の人生の方が良かったよ」っていう風にダダをこねたりねうんなんか褒めて使わすとか言い出したりとかねなんかちょっと変わった痛い坊ちゃんになるのかなと思うとねやっぱりなかなか難しいところがあるかなと。 だから断片的に昔の記憶を思い出して、あの、今の人生に影響がない程度にね、うん、なんか出てくることあるのかな、ぐらいですかね。なんかバランスよくね。さあ皆さんは前世ってものがあるんでしょうかないんでしょうかどういうふうにお考えでしょうか私はね、前世ってものがあると思いながらも、 人生は一大きりじゃないかなと思いますね。まあ質量保存の法則がありますから、自分の体が物質的に次の世代に引き継がれるってことはあると思います。でもそれにしても、自分の体が死後分解されて、全部が集まって新しい生命体になるんじゃなくて、たった一部が生命体になる可能性があるってぐらいでね。もしかしたら自分が死んだ後、 肉体とか魂が分解されてバクテリアによってもう消滅に近い形になって再構成されてその結果単なるね海辺の砂になるかもしれませんしねヘドロの中に巻き込まれて一生ね太陽を浴びないようなところにいるのかもしれませんしそうなったら生まれ変わったら悲惨ですよなんか暗闇の中で生まれ変わってねあロ俺泥になっちゃったよって周り身動き取れないよっていつまでこの状態でいるんだと <laughs> もうどうしましょうって感じになっちゃいますよね はいまあ、このね前世とか生まれ変わりに関しましてねなんかこう分かりやすい解釈がありましたらちょっとねまた紹介したいと思います皆さんの方も何かお気づきの点がありましたらメッセージでお寄せくださいそれでは今回以上です